ボロックのですねレジェンドサポーターに、この度就任いたしました、土田照之です。よろしくお願いします。そもそものレジェンドサポーターって何と思ってロボロックのねサポーターでいいのにレジェンドサポーターということで。そうなんですよ、はい、ちょっとレジェンドですから頑張らなきゃなと思っております。菊地亜美です。よろしくお願いします。今家をね建ててるんですよ。あら、そうだから なんか気持ち的に賃貸より綺麗でいたいみたいな、はい、新居の間取り、あのリビングの方だけなんですけど、はい、あの用意しました、はい、あのこれは全体的に30畳ぐらいなんですね。ロボロックもあの使ったことないのに不安だけがあって、ここパントリーなんですけど、はい、これは下のレールとかもなくあのフラットに開くタイプなんですよ。ピューって入ってくれるといいなと思ってここにお掃除ロボットの入れるスペースを作ったんです。あ、はいはいはい、それがいけるのかっていうのが一つと、はい、柱の奥に階段があるから、はい、ここも掃除してほしいのに階段に落ちちゃうんじゃないかこの子がって思うんです、まあ、今言ったことは基本的にも全部もう何の問題もないですけど、それは最初に、うん、家の間取りとかを教えとくってことですか。それはもう一発目の時にもうこの部分なんで出っ張ってるか分かる、はい、え、分かんないです。ここからふわーってレーザーみたいな出すの、はい、でこの部屋の間取りとか広さとかどこに何があるかをとりあえず認識するんだよ。でこいつあとはもう情報足で稼ぐタイプだから、プレゼントしてほしいとか言わないですよ。そういうおこがましいことは言わないですけどもしなんかいただける機会とかあったらメディアとかでも私あの本当にすごく素晴らしいところを発信していきたいなっていう気持ちはある。いや僕からでいいですか。え、いいんですか。いや僕がだからやっぱそのレジェンドサポーター就任ということで、はい、僕からプレゼントという。やったー、はい、嬉しい。うちの弟夫婦にも欲しいんですけどね